日本の競馬日本調競馬の日本国外への遠征本記事では日本の競馬における日本調競馬の日本国外への遠征について述べる日本国内で調教された競走馬による日本国外への遠征のうちはっきりとした記録のある最古のものは1909年にロシアのウラジオストクで行われた日露大競馬会への参加とみられる当時の日本では日露戦争を経て 馬匹改良の必要性が叫ばれ、競馬は馬産振興の一助として行われており、それを担う競馬主催者の収入源として、馬券の発売は政府から目標されていた。しかし、営利目的の競馬開催が横行し、観客は馬券的中に地道を上げ、競馬場内では創造事件が頻発するに及び、その弊害を重く見た政府は1908年10月6日をもって、 馬券発売を全国的に禁止した。これにより、財源を失った全国の競馬主催者は大打撃を受け、日本競馬は暗黒時代を迎えていた。そうした中で、ウラジオストクのカラス港競馬クラブより、横浜の日本レース、クラブへ合同開催の誘いがあったことから、日本の競馬関係者は、喜んでこれに応じ、二十数名のホースマンと、水店、人層、外山、 関西といった競合を含む50頭近くの競争馬がロシアへ渡った。日露合同開催は9月5日に始まり、以後9月19日までの6日間の開催で54競争が組まれた。その内容には1、各中戦日本三馬競争、2、各日本三馬及び中戦日本三馬競争、3、各三馬トロッティング競争、4、日本各競馬会合衆三馬競争、 5、各三馬競争。6、日本各競馬会抽選合衆三馬及び、露国三馬混合競争。7、各日本三馬及び、シベリア三馬混合競争の7種があり、1、5、6、7の競争では、最終日に優勝戦が組まれた。中でも優秀な成績を挙げたのは、安田伊左衛門の所有馬推典で、優勝戦を含む5戦5勝の成績を残した。 日露合同での競馬は正式にはこの一開催のみ行われた。1954年日本中央競馬会にアメリカのローレルパーク競馬場から国際招待競争ワシントン DC インターナショナルへの招待状が初めて送付された。競馬会はこれに応じ中央競馬初代年度代表馬の白料が送られることになったが輸送上の問題が発覚し実現しなかった。 なお、翌1955年9月に日本中央競馬会は国際競馬協定に加盟し、その存在を国際的に承認され、1957年に発表された中央競馬運営方策要項の中では、競馬の国際化が打ち出され、国際的に信頼される競馬の確立、競馬国際会議への参加、諸外国競馬事情視察調査、 国産場の国外遠征が強調された。ワシントンバースデーハンディキャップに勝利した白地から1958年、日本中央競馬会は、北米州競馬委員全国協会に代表団を初参加させ、二つの成果を生む。一つは、ニューヨークジョッキークラブへの職員を派遣し研修させることができ得るようになったこと。そしてもう一つが、 当時の日本最強馬であった白地からによるアメリカ遠征の実現である。戦後初の外国遠征馬となった白地からは、当直戦していたものの徐々に成績を上げて行き、渡米後11戦目のワシントンバースデーハンデキャップで初勝利を挙げ、アメリカのステークス競争を制した最初の日本馬となった。ただし、白地からは当時日本人の手を完全に離れ、 現地の受け入れ先であったボブ・ウィラーの管理下にあり、事実上、アメリカに、天馬や下馬という存在でもあった。一方、白地からに、日本から帯同し五戦目まで帰乗した、騎手、安田隆義は、それまで日本で普及していたアブミ川の長い、天人乗りから、アブミ川を短く詰めたアメリカ式のモンキー乗りへと、フォームを改め、日本へ持ち帰った。日本において第一人者であった。 安田のフォーム改造は他の機種にも大いに影響を与え、モンキー乗りは中央競馬、地方競馬いずれにおいても主流のフォームとして定着するに至った。なお安田はこの時日本競馬とアメリカ競馬について直感的に30年の差を感じたとしている。また百六十六年には国内障害戦の最高級競争、中山大障害四連覇の実績を誇る富士の王が、 イギリスのジョッキークラブからの勧誘を受け、世界一過酷な障害戦として知られる、グランドナショナルに挑んだ、規定上の最高金量である168ポンドを追った藤の王は、第16障害で飛び越しを拒否して、競争中止という結果に終わったが、そのままヨーロッパに止まり、転戦先のフランスにおいて、レーヌ賞、クリスチャンド・レルミット賞というに競争を制し、ヨーロッパにおける、 日本馬の初勝利を挙げた。なお、障害競争への出走を目的とした遠征は、これが戦後唯一の事例である。白霊が招待を受けながら断念して以降、ワシントン国際へは、明治光、クリペロと都度遠征が取り沙汰されながら、出走は実現しなかった。1962年、初招待から8年を経て、天皇賞優勝馬高間ヶ原が初出走を果たしたが、一着から、 約32馬身の差をつけられての10着と敗れる。この結果を受けて、日本中央競馬会は、要するに勝利を期しての遠征計画は何もなされていなかったと言って良い。まずは、今後の宣弁を務めたことでその意義は十分との見解を示したが、以後のワシントン国際において、日本からはおおむね国内第一級の馬が出走しながら大敗を繰り返した。全出走馬と、 大まかな成績は次の通りである。シアトルに到着した高間が原。ひずめにわらじを履いている。上記のうち、遠征紙の上で特筆される存在がスピードシンボリである。ワシントン国際において、日本馬として最良の成績を挙げた同馬は、国際性の高い競馬をしたいという場所。和田智博の意向により、1969年にイギリス、 フランスそれぞれの最高級競争であるキング・ジョージ6世、アンド・クイーン・エリザベス・ステークスと外戦紋章に日本馬として初めて出走した。結果はそれぞれ5着、11着以下というものであったが、スピード・シンボリは世界のヒノキ舞台で日本三馬の進化を答案んとし、国際競争に対する日本競馬社会の認識を一層深める役割を果たしたと評価されている。 特に外戦門賞へは、時代が下るにつれて、日本馬の挑戦が増えていき、いつしか強い憧れが醸成され、日本競馬が疲れたように勝利を目指す競争となっていく。なお、日本中央競馬会の広報誌、優戦》1970年1月号では、国際レースに勝つにはという議題の下で、歴代遠征馬の馬主を中心とした座談会が行われたが、 そこで議論された日本と欧米の差は、馬の血統、馬の管理、資料、調教施設、遠征の方法論といった、ほぼ全方面にわたり、和田智弘は、あらゆる面で負けていると指摘した。ワシントン国際やヨーロッパ遠征では一向に、かんばしい成績が上がらなかったが、日本の一部関係者の間には、この成績は、比嘉の実力差ではなく、 未熟な輸送技術や不慣れな馬場による問題であるとする見方も根強く残っていた。その一方で、競馬会から遠征のサポートを行っていた職員らは、現場におけるそうした楽観的態度に焦燥感を募らせていた。当時、日本競馬後景気の中多額の売り上げを記録していたが、肝心の競馬のレベルが人気に追いついていないと見た競馬会業務部では、 諸国の競合を日本へ招待して行う国際競争の創設が図られるようになる。1970年、二人の職員がその準備のためアメリカとヨーロッパ諸国をめぐり帰国後に競争の諸条件を整え役員会で図られたが、前年より実施された競争場の輸入自由化に対して国内生産者からの激しい反発が起こっており、この情勢に配慮して、 国際競争創設は一時棚上げされることになった。その計画が再び動き始めたのは1978年のことである。この頃、競馬会の内部では、強い馬作りという合言葉の下業務部と獣医、貿易などに関わる馬事部が一体となって、日本馬を世界に通用する水準に引き上げなければならないという意見が活発化していた。競争は当初、 東京インターナショナルの予定名で計画され、諸条件が整えられていったが、第1回競争の招待国からは、特に高水準の競馬が行われている、イギリス、アイルランド、フランスといったヨーロッパの国々が外され、その一方で、日本が主導して設立された、アジア競馬会議への配慮という側面から、逆に相当水準が落ちると見られる、インド、トルコの2カ国が加えられた。また、 これも高水準であろうと見られた、オーストラリア、ニュージーランドの2カ国は、貿易上の理由から招待が叶わなかった。いびつな招待国の顔ぶれが明らかになると、その計画に対して、出発点から間違っている、何のための国際競争なのかという批判も生まれた。計画側も元より同じ心情を抱いていたが、具体的に盛り上がった開催への機運を逃さないため、 理想に近づけるよりも一度開催実績を作ることを優先した内容であったという世界の一流競争場に門戸を開いた国際レースを持たず鎖国競馬と言われ続けてきた日本の競馬界が初めて世界を実感した衝撃的な出来事であったこれを機に国内生産者の保護育成をテーマにしてきた日本の競馬もいよいよ世界に通用する強い馬作りという新しい 時代のテーマに挑戦することとなった。この第1回ジャパンカップが国際化の第一歩であり、その後徐々に国際化が進められ、日本の競馬水準は次第に高まっていくのである。日本橋協会連合開始後前年に競争名は予定の東京インターナショナルからジャパンカップへと改められ、1981年11月21日、東京競馬場で その第一回競争が施行された。遠征、転益、馬場の差といった有利な条件もあり、日本馬でも勝負になるのではといった楽観的な見方もあったが、結果は、北米の GII 級の馬たちに1着から4着までを締められ、2400メートルの日本レコードを0秒後、更新されるという日本勢乾杯の内容であり、テレビ中継では、実況アナウンサーが、日本は、 完全に破れましたと叫んだ。第1回の衝撃的な内容は、日本競馬関係者に意識変革を迫った。以後も、ジャパンカップにやってくる、外国勢は、従来の日本では見られなかった調教法、外国人騎手たちの厳しいレース運び、ファンの前に姿を現す、休務員の身だしなみに至るまで、日本の関係者にとっては、絶好の教材となっていく。また、競馬会の組織には、 ジャパンカップ推進と国際化に対応するための国際室が新設され、1984年に行われた距離別体系の確立、グレード制導入といった大きな改革もジャパンカップ志向を契機として行われた。ヨーロッパとオセアニアからも招待に成功した第2回は、前年同様に4着までも外国馬が占めたが、第3回では2着に日本馬が入り、 第4回競争において、日本のカツラギエースが初優勝を果たした。その一方で国外への遠征という面においては、ジャパンカップは、こちらから出向かなくても相手が来てくれる、ジャパンカップで勝負にならない馬を国外へ連れて行っても、といった消極的な態度を誘発した。白井トールはこれを、ジャパンカップの逆効果、国際化への足かせと評した。ジャパンカップ創設後しばらく、積極的に、 国外遠征を行ったのは、従来から遠征意欲旺盛なシンボリ牧場の和田智博と吉田全在率いるヤシロ大ファームのみであった。1980年代半ばから後半、シンボリ牧場はシリウスシンボリを、ヤシロ大グループはギャロップ大ナを、それぞれ長期ヨーロッパ遠征へ送ったが、いずれも勝利をあげることはできなかった。また1986年には、 日本競馬史上最強との呼び声高かったシンボリルドルフがアメリカの三イレーステークスに臨んだが7頭立て6着と敗れている。翌1987年5月にシリウスシンボリーがフランスで出走して以降、日本馬の国外遠征は一時やむことになる。ゴーダ・ナオヒロはこれについてシンボリとヤシロダイが本気でやって勝負にならないんだからと腰が引けたと指摘している。 富士山県山絞んでいた国外遠征の機運を再び高めたのは香港において創設された国際競争軍であった。1988年に創設された香港招待カップは香港とマレーシア、シンガポール地域との対抗戦として始まったが、間もなくオーストラリアとニュージーランドが招待国となり、その後も招待国枠が順次拡大されていく。 1992年に香港小隊ールが新設されると、翌1993年、同競争に日本から一党が出走し、約6年ぶりの国外戦を経験した。以後この開催は競争数を増やしていき、香港国際競争として定着。日本からも毎年複数馬が出走するようになり、関係者は異国での調整についての経験を蓄積していった。 1994年11月、日本中央競馬会は、次年度より、アイルランド、イギリス、フランス、イタリア、ドイツ、オーストラリア、ニュージーランド、香港、カナダ、アメリカにおけるグレード競争で3着以内、もしくは、その1995年からは、遠征が活発化、アメリカ、フランス、香港で6頭が8000に出走し、フランスのノネットショーでは、 ダンスパートナーが、同国のクラシック優勝馬、マティアラに、金差の2着と検討。そして年末には、香港国際カップにおいて、森秀幸が管理し、海老田正義が騎場する、藤山健山が優勝し、日本馬として白地から以来36年ぶりとなる、日本国外での平地重賞制覇を達成した。これは、スタッフも全て日本人であるという観点では、国外における初勝利であった。 なお、当年より、日本中央競馬会は、国際格付け委員会に、ハンデキャッパーを派遣し、従来独自基準で作成していた、フリーハンデを、より国際標準に近づけた、JRA クラシフィケーションに改めた。1998年8月9日、フランス遠征に臨んでいた、シー・キング・ザ・パールが、モーリス・ド・ゲスト賞を制し、 日本調強馬による欧州 G1 競争発制覇を果たした。この勝利はフランスのみならず、イギリスでも大きく報じられ、特に A 氏、レーシングポストは、日本の品は歴史を作るの見出しとともに、白地から以来の日本馬による遠征史を紹介した。さらに翌週の8月16日には、同じくフランス遠征中であり、より有力視されていた待機シャトルが、 ジャックル・マロワ賞に優勝。日本超競馬による2週連続でのフッ G1、競争制覇を達した。大気シャトルはこの年、外国産馬として初めて、また1600メートル以下の路線としても、初めて、中央競馬の年度代表馬に選出された。1999年にはエルコンドル・パサーが、ヨーロッパへの長期遠征を行い、シリウス・シンボリ以来となる中長距離路線に参戦。 サンクルー大賞に優勝したほか、外戦門賞2着という成績を残し、インターナショナルクラシフィケーションにおいて、日本超競馬に対する史上最高値となる134のレートを得た。さらに同馬はこの年日本で一度も出走しなかったにもかかわらず、中央競馬の年度代表馬に選出された。2000年には、前年アベイユドロンシャン賞を制していた。 アグネスワールドが近代競馬の発祥地イギリスでジュライカップを制し、同国における日本調競馬の G1 発制覇を果たした。なお、森秀幸厩舎に所属したシーキングザ・バール、アグネスワールドらの国外遠征においては、豊富な遠征経験を持つ時島無敵が常に帯同し、すでに競争馬としては前世紀を通に過ぎていたが、両馬の遠征を陰で支えた。戦術の座段階。 国際レースで勝つにはにおいても、馬は集団の動物であるから複数馬で遠征すべきとの指摘がなされていたが、同時馬無敵は国外遠征における大道馬の重要性を改めて認識させた存在となった。2001年の香港国際競争においては、施行される4つの G1 競争のうちステイ・ゴールドが香港バーズ、エイシン・プレストンが香港マイル、アグネス・デジタルが 香港カップと日本調競馬が3つを占めた。エーシンプレストンとアグネスデジタルは、翌年に香港のクイーンエリザベス2世カップで対戦。前者が優勝、後者が2着となり、国外の G1 競争で初めて日本調競馬が1、2着を占める。アラブ首長国連邦のドバイワールドカップカーニバルからの転戦だった。アグネスデジタルは、関係者が競馬会と折衝したことにより、 権益上の理由から、それまで不可能だった国外から国外へのスポット転戦を可能にした。また、香港バーズ優勝のステイゴールドは日本サンバであり、それまで外国産の日本超強馬に偏っていた国外での活躍が以後変わっていくことになる。同馬の父であるサンデーサイレンスは、ヤシロ大スタリオンステーションで1991年より種ボ馬となり、 1994年に初年度産区がデビューして以来、日本競馬会を席巻していた。2000年代以降、その地を受けた馬たちが国外でも活躍を、始め2005年にはシーザリオがアメリカンオークス、ハットトリックが香港マイル。2006年にはハーツクライがドバイシーマクラシック、デルタブルースがメルボルンカップとそれぞれ国。 条件が異なる4つの G1 競争を制した。このうち、ハットトリックは2007年より、アメリカで、種ボバ入りすることになった。また、2006年には、同年のゴドルフィンマイルを制したユートピアが、2007年には、同年のドバイデューティフリーを制した、アドマイアムーンが、それぞれ、ドバイ主張シェイクモハメドが率いるゴドルフィンとダーレイ、ジャパンファームに、現役のままトレードされた。 特に後者には約40億円と言われる巨額のオファーがかけられ、欧米では普通に行われている現役場のトレードの対象にもはや日本サ場も加えられていることが示された事例となった。以後も日本調教場は世界各国の G1 競争を制している。2011年にはビクトワール・ピサが世界最高賞金競争であるドバイワールドカップを制覇。 同競争の創設初年度から出走馬を送ってきた日本にとって16年目での初体感であった2012.2013年にはロードカナロアが香港国際競争で唯一それまで日本馬が上位入着さえなく鬼門とも言われていた香港スプリントを連覇した2014年にドバイデューティーフリーを制したジャスタウェイは130ポンドのレートを獲得し ワールドベストホースランキングにおいて日本調競馬として初めて年間1位の座に就いた。毎年多くの日本調競馬が出走しており、これまで招待競争4競争すべてで優勝経験がある。1994年に香港国際バーズの名で芝2400メートルの競争として創設され、1996年に国際 G2、2000年に国際 G1 に 昇格。1999年には、香港バーズと解消した。2001年にステーホールド。2016年に、サトノクラウン。2019年に、グローリーベイズが優勝している。1999年に、芝1000メートルの競争として設立され、2000年に、国際 G3。2001年に、国際 G2。2002年に、国際 G1 に、昇格。 2006年からは芝線2 0 0メートルで行われている。2012年、2013年にロードカナロアが連覇を達成している。1991年に香港招待ボールの名で芝線4 0 0メートルの競争として設立され、1994年に国際 G3、1995年に国際 G2、2000年に国際 G1 に昇格。また、 1993年に香港国際ボール、1999年に香港マイルに改勝し、1999年からは芝1600メートルで行われている。日本超強馬は4勝している。1988年に香港招待カップの名で芝1800メートルの競争として創設され、1993年に国際 G3、 1994年に国際 G2。1999年に国際 G1 に昇格。1993年に香港国際カップと解消し、2000年には香港カップと解消するとともに芝2000メートルに変更された。日本超強馬は国際 G1 格付け以前も含め6勝を挙げている。1995年の藤山健山の勝利は、 日本長競馬としては、白地から以来36年ぶりとなる海外、重症競争制覇であった。また、1998年にミッドナイトベッドが勝利した際に記録した勝ちタイムは、当時の砂田競馬場の芝千八百メートルのレコードタイムであった。なお、1999年には、エアジハードも出走を計画し、香港へ渡ったものの、レースの日前に、現地で、 クッケイン炎を発症していることが判明したため、出走できずそのまま引退することとなった。日本からの出走場は、エイジンプレストンが2002年2003年に連覇を記録しており、2012年はルーラーシップ、2017年にネオリアリズム、2019年にはウィンブライトも優勝している。また2002年には、エイジンプレストンとアグネスデジタルが1、2着を占めた。 ハッピーグリーンの遠征費は、地方競馬全国協会から500万円の補助。残りの差額は、馬主がクラウドファンディングを利用して賄った。2000年に創設。2008年には、中央競馬から、シャドウゲートとタスカータソルテが出走を表明していたが、馬インフルエンザ流行の影響もあり、衛生条件に関する協議の結果、出走が不可能となり、遠征を取りやめた。一方、 同年に北海道競馬所属のコスモバルクは3年連続となる出走を果たした。2015年を最後に廃止された。日本馬は2006年のコスモバルク、2007年のシャドウゲートと2年連続で優勝した。例年1月の下旬から3月の中旬にかけて行われるドバイワールドカップカーニバルは世界最大級の賞金額を誇り、2015年の時点では ドバイワールドカップが賞金総額1、0ドルで世界1位。ドバイシーマクラシックとドバイターフが賞金総額600万ドルで芝の競争として世界1位タイ。日本から毎年多くの競争馬が遠征し、招待競争7競争のうち5競争で勝利を収めている。2003年にも多数の馬が出走を予定していたが、イラク戦争の影響で、 飛行機の調達ができなくなり、出走回避を余儀なくされた。1994年に、ナドアルシバ競馬場のダート2400メートルの競争として創設。2001年に G2 に昇格。2015年からは G1 として施行されている。1996年にダート2000メートルに変更し、2010年には名団競馬場へ移行の上で、 オールウェザー2000メートルの競争となったが、2015年からは、ダート2000メートルで行われている。2010年にレッドディザイアが優勝している。1994年に、キーンランドマイルの名称で、ナドアルシバ競馬場のダート1600メートルの競争として創設され、2001年に国際 G3、2002年に国際 G2 に昇格。1996年に、 などある芝マイル。2000年にゴドルフィンマイルに解消。2010年にメーガン競馬場に移行し、オールウェザー1600メートルに変更されたが、2015年からは、再びダート1600メートルで行われている。2006年にユートピアが優勝している。2000年になどある芝競馬場のダート1800メートルの競争として創設。2010年に、 名団競馬場のオールウェザー1900メートルに移行した後、2015年からはダート1900メートルで施行されている。創設の翌年2001年に国際 G3 となり、2002年には国際 G2 に昇格。2016年にラニが優勝し、日本超競馬の同競争発制覇を達成した。日本では同時期に、 同距離の高松の宮記念が開催されるため、日本馬の出走は、他の G1 競争に比べて、少なくなっている。1993年にガルフニュースステークスの名で、ナドアルシバ競馬場に、ダート直線1000メートルの競争として創設。1994年に、ナドアルシバスプリント。1997年に、ガルフニュースナドアルシバスプリントと名称を変更した、後、 2000年から名称がドバイゴールデン社品位となった。2001年に国際 G3 となり、翌2002年には国際 G1 に昇格。1996年からはダート直線1200メートル。2010年に名団競馬場のオールウェザー1200メートルに移行し、2015年からはダート1200メートルで施行されている。日本国内では、 JBC スプリント以外の GI が施行されていないダート短距離という条件のため日本馬の参戦は多くないが2019年にはマテラス会が2着に入り日本馬の初連隊を果たした1996年にドバイデューティーフリーの名でなどある芝競馬場のダート2000メートルの競争として創設され1999年に国際 G32001 年に 国際 G22002 年に国際 G1 に昇格2015年に名称がドバイターフへ変更された2000年からは芝1800メートル2002年からは芝1777メートルで行われ2010年からは名団競馬場の芝1800メートルで行われている日本調競馬はこれまで5勝しておりドバイワールドカップデーの中でも日本馬の活躍が目立つ レースである。1998年にドバイターフクラシックの名で、などある芝競馬場の芝2400メートルの競争として創設され、2000年に国際 G2、2002年に国際 G1 に昇格、2000年にドバイシーマクラシックに改称、2010年からは名団競馬場の芝2410メートルで行われている。日本超競馬は参照している。 ドバイワールドカップカーニバルのメイン競争である。この競争は、当時の世界最高額の賞金を誇る競争都市1995年にて、シェイク・モハメドによって創設され、1996年に第1回競争が、などあるシバ競馬場のダート2000メートルで行われた。1998年に国際 G1 に昇格、2010年開催する競馬場を、 名団に移行した際に、ダートからオールウェザーに変更された。2015年からダート2000メートルの競争に戻されている。1996年の第1回、この前年から中央競馬と地方競馬の交流が盛んとなり、当時ダート戦線で活躍していたライブリマウントが参戦した。1997年の第2回は、中央、地方のダート重賞で10連勝中。 この年も、走行レースの川崎記念を圧勝した北戸ベガが参戦。しかし、最終コーナーで転倒し、左前腕節部の複雑骨折により、予後不良と診断が下され、その場で安楽死処分となった。なかなか活躍のなかった日本超競馬であるが2001年の第6回、トゥザビクトリーが逃げ粘り2着を確保した。2005年には、アジュリミツオーガナーに、所属のまま、 地方所属馬として初の参戦をしたが6着に敗れた。2011年にはビクトワール・ピサが日本超競馬として初めて優勝。さらにトランセンドが2着となり、日本超競馬でワンツーフィニッシュとなった。2019年、サウジアラビア競馬を主催するリアドバジクラブは、賞金総額2000万ベイドルのサウジカップ、並びにそのアンダーカードとして七競争を施行する。 サウジカップデーの創設を発表した。サウジアラビアはパート3国のため国際グレードは付与されず、扱いは一般戦となるが、初開催の2020年は、本競争をステップにトバイミーティングへ転戦する馬を中心に多数の有力馬が出走。アンダーカードの一つである3歳馬限定のサンバサウジダービーカップでは、日本馬フルフラットが優勝するなど、存在感を示している。 この競争は世界最高峰のレースの一つとして名高く、日本からは1969年にスピードシンボリが挑戦して、以来2014年の時点で17頭という数々の日本を代表する馬が挑戦しているが、未だ優勝した馬はいない。日本馬の最高着順は4度の2着であり、これらは非欧州超強馬の最高着順である。この競争に日本馬が出走した場合、 地上波放送でも中継が組まれてきた。このレースに出走する日本馬は他のレースに比べて格段に実績のあるものが多い。また日本ダービーや宝塚記念、前年の有馬記念などの優勝馬が当レースに出走するという報道には枚挙に糸間がない。1999年にフランスへ遠征していた同時マムテキが本競争に出走登録を行っていたが、 同日のアウェイドロンシャン賞に出走するため回避している外戦門賞と同距離で施行される前哨戦で下術するフォア賞の3歳馬限定戦番に当たる2013年に絆が日本馬としての初優勝を飾り2016年に出走したマカヒキも優勝日本馬の出走機会に連勝を達成した外戦門賞挑戦の前哨戦として 日本を代表する競争馬が8頭、その大道馬が3頭出走している。本競争中に故障した桜ローレルは外線門賞に出走できなかった。中山フェスタ、オルフェーブルは2年連続で出走し、後者は2年連続優勝となる。1969年のスピードシンボリが初参戦である。2番手先行からレースを進め、直線クールロイをかわして、 一旦戦闘に立ち粘り込みを図るも、パークトップに交わされ合着だった。2006年には、ドバイシーマクラシックを優勝した、ハーツクラインは参戦、前年の外戦門賞を優勝した、ハリケーンラン。同年のドバイワールドカップを優勝した、エレクトロキューショニストと共に、三強と投票され、優勝候補として出走したが、直戦で一、日本からも8等で、延べ9回出走したものの、 スピードシンボリの5着が最高であった。東京層には G1 と認定された。初年度から日本調教馬が遠征しており、参戦2頭目のシーザリオで東京層の制覇を果たしている。またこのシーザリオは日本調教馬として初めての米国 G1 競争制覇となった。日本での注目はさほど高くなかったものの初年度からアエロリットが参戦した。日本産。 アメリカ長競馬の吉田が6着に入っている。デルマー競馬場で行われる芝2200メートルの競争。日本からは過去に4頭が挑戦しているが苦戦が続いている。2005年以降、5頭がコーフィールドカップをステップレースにし、メルボルンカップへ参戦している。また、2014年には花津ゴールが、2015年にはリアルインパクトが、オーストラリアの G1 競争で、 それぞれ一勝を挙げている、ザ・レース・ザ・ト・ストップ・ス・ザ・ネーションとも呼ばれる、オーストラリアの競馬を代表する競争である。2006年には、デルタ・ブルースがアジア長競馬として初めて優勝。さらに、ポップロックが2着となり、日本馬のワン・ツー・フィニッシュを達成した。デルタ・ブルースは、その後オーストラリア最優秀ステイヤに選出されている、書籍雑誌、ムック特集記事。 ありがとうございます。